嬉しい限りです <laughs> ちょっと待ってくださいね 今までで一番良かったえ嬉しいそれよかったやったーえ最高嬉しい嬉しいやったー30分ぐらいしたら終わろうかなと思うのでりお何分に始めた <laughs> 何分に始めたか分かるみんなりおちゃんの歌最高だった嬉しいやったー 音楽祭の歌詞はさすがにすごかったね。いつもながら歌よかった。え、やったー。嬉しい。ありがとう。あ、二時十九分から？だったら、まあ十分だと考えて、四十分ぐらいまで。八時四十分ぐらいまでします。三時五分になったら教えてください。ビジがさらに可愛くなった。やったー。嬉しい。 そう、国語学祭。り、う、ょ、ん、いっぱいさせてさ、嬉しい。国語学祭。楽しかった。一番楽しかったです。今までで。一番。楽しかったです。イェイ。楽しかった。見てた、ありがとう。 楽しかったですね。<laughs> マジの卓球見思い出した。あ、優しさに包まれたなら。選曲が最高すぎた。え、嬉しい良かった。そう、今日はなんと最後のソロでした。<laughs> 最後のソロでした。ソロは3回目今まで最後の雨といつかのメリークリスマス歌ってきて今日はレインを歌いましたレインを歌ったよ喉を痛めてると思わないほどよく声出てたと思います聞いてください皆さん <laughs> 聞いてくださいずっとまで見たかったので嬉しかったあうれしいありがとう来てくれて 聞いいてください <laughs> なんかあのね今日あの朝からカラオケ行ったんですよ朝からカラオケ行って練習して一人で朝からカラオケで練習したんですよね2時間ぐらいでその後にあの事前にあのその放課後音楽祭の レッスンがあったんですよ本番前にあったんですけどそのレッスンの時にねもう声が出なくてそうなんか思うようにんうまく歌えなくてレッスンでそうでこれはやばいと思って <laughs> すごい落ち込んでたんですよ落ち込んでたし すごい不安で不安だったし緊張してもうどうしようってなってたんですけどあの本番めちゃくちゃうまくいって <laughs> もうね自分ではびっくりしたんですよ。えっんでなんでこんなうまくいったんじゃろうと思ってそう。 びっくりしてうまくいきました <laughs> 練習の五倍ぐらいうまく歌えた気がするそうなんですよ本番に強いんですよリオ <laughs> そう手応えありました <laughs> 楽しかった歌ってて感情を込め込めで感情を込め込めで歌いましたなんかも,もともと好きな曲だったしそのあれなんですよあれなんですよあのアクターズにいた時からそのアクターズにその発表会年に2回発表会があるからそれのソロとかユニットのオーディションがあるんですけど そのソロの時に歌おうと思ってたぐらいこうもともと知ってたからそうもともと知ってた曲だったので今回最後のソロで歌えて嬉しかったですご機嫌やめっちゃ良かったえっ嬉しいやった 元々歌い込んでた曲うん、うん、<laughs> 歌い込んではないですよ知ってた知ってたってだけで全然歌ったこともないしカラオケとかでも歌ったことないし全然聴いてたぐらいレインはりょうちのリクエスト曲ですかそうです ねちょうどさ今日雨だったじゃないですか <laughs> ちょうどさ雨の時にさ雨の日にさ「レイン」歌ってすごいね奇跡奇跡ですねこれは奇跡だ奇跡だ選曲が渋い <laughs> 確かに。 えてか思ったけどさ今までのソロ3曲あるじゃないですか「最後の雨」「いつかのメリークリスマス」「レイン」全部男性の曲,曲じゃん今気づいた <laughs> 今気づいたたまたま全部男性の曲だしかもさ最後の雨なんか雨系多くない雨 <laughs> 雨系多いそう 気持ちを込めて届け届けました。<laughs> どうだったかなみんな。配信で見てたけどよかったよ。え嬉しい。でもさやっぱりさ生の方が全然違うんですよ。エリオいつも思うんですけど。 いつもリューアーカイブ見るから「報告音楽祭」もねいやもう生は全然違ういやもう本当に全く違うんですよ響きとかそのうまさとかも,なもう何百倍も違って生と配信だったらだから本当に生しか勝たんすごくよかった嬉しい とても優しい歌声が印象的でした。嬉しい。やった。歌はリオの武器だね。嬉しい。<laughs> 生しか勝たん。ね。感情の乗せ方がやはり上手いよね。本当。嬉しい。そう、なんか。歌詞読んで。その。フレーズごとに。こう。色をつけたんですよ。フレーズごとに感情を乗せて。語尾とか。 店舗だったり。そう。頑張りました。両津のソロ公演ってほしい。やりたい。<laughs> やりたい。え、なんかさ、その。ピアノ弾いてくださる人がいるんですけど。そのピアノとか、そのギターとかもそうだけど。その楽器の。その響き方も。その生と配信だったら、全然違うし。雰囲気とか。もう違う。 つつんん歌もかわいさも生が一番そうだよねー <laughs> 生しかかったねソロ公演したいなソロコンとかでなんかそのもともと「レインってさ大江千里さんの曲じゃないですか大江さんの曲だと思うんですけどあのー バージョンは旗さん旗さんのバージョンで歌いましたそうなんかあすいません千里さんすいません大江千里さん <laughs> すいません大江千里さんその今何話す そうなんか大江千里さんのバージョンは結構何て言うんだろう「どしゃ降りでも構わないとつぶられでも構わないと」みたいな感じなんですけど <laughs> なんこんな感じでこうアップテンポな感じなノリノリ系な感じなんですけど秦さんバージョンがこうリオが今日歌ったのは秦さんバージョンで。 こう、バラード系あの、バラード系の「どしゃ降りでもかまわないど」のこう、バラード系だからちょっとバラードで歌いたかったのではたさ,さんバージョンにしましたもと本ろさんバージョン亮太のチェキ3枚もゲットできた嬉しいありがとう大事にして。 写真見返してるけどリオツンしか写ってない。<laughs> リオリオ氏カメラだねそれは <laughs>。そうなんですよ。あ初見さんありがとうございます中学三年生十五歳のリオツンごとカメラリオですぜひフォローしてください。え指パッチうまいやった。最近なんか上手くなったんですよ。どうせ無理でも構わないと。 スルメでも書かないと <laughs> そ結構さリオの好きな曲いっぱいあって嬉しかった歌ってて楽しかった楽しかったですハモリもねいっぱいあってたくさんハモりました <laughs> たくさんハモった と最後に歌った「勇気100%」はリオも本当に忍たま乱太郎めっちゃ好きで忍たま乱太郎めっちゃ好きであのめっちゃ好きなんですよアニメも見てたしあの実写版の映画も見,見てたしすごい好き好きです がさレインさこだわったポイントを言っていいですか <laughs> ちょっとねそう頑張ったのレイン例えば A メロとかも語尾の処理の仕方語尾の語尾え語尾もうこう感情を乗せてやるんですよ 感情て、こうわざと「ことまりできずことまりできず」ってこう「うん」ってでホールするしたりとか逆にこう「凍えたままで」切ったりとか点みたいな感じで <coughs> あとは「どろきのビィンラと」 こうわざと裏声にしてこう色を出したりとかこうフレーズによって表現も変えたりとかあとは「行かないで行かないで」あのサビの最後ら辺に「行かないで行かないで」っていうところがあるんですけどこう同じ言葉が2回続いてる時って意味があるじゃないですか。だから 行行かかなないいで、行かないで、<laughs> こう2回目を食い気味食い気味に「行かないで行かないでそう言うよ」みたいな感じ <laughs> 伝わってる伝ってるかなそうこだわりポイントがたくさんあります <laughs> しかもさ レインさめっちゃ長いんですよあの尺長くてあの3番まであるんですよ普通さ曲ってさ二番あって1番2番あって,あってこう感想があってオチオチとかまあ D とかあってラストビみたいな感じなんですけどあのレインは3番まであって <laughs> そう。 だからこう表現の仕方もいつも以上に考えましたこう3番でさ3番まであるから尺が長いじゃないですかだからこうみんなにねみんなが飽きないように <laughs> 夜空の向こうの上浜もしびれたえっしい <laughs> あれから僕たちは何かを信じてこれたかな そう聞く人がね飽きないように歌いましたお伝わってる嬉しいやったー <laughs> まあそこら辺も含めてアーカイブをねアーカイブあるのでぜひ何回も見てください <laughs> 他フフ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 フ クアドロこれからアンコールあみちさんのあみちさんリオも見に行きたいな四4つのところやっぱ安定して聞き,こ聞き心地よい嬉しいありがとうね何回も聞いてください <laughs> 昨日ののうオンライン話しかあ,りありがとうありがとう今30分あとちょっとでない すごい楽しかったです <laughs> 次回の「ほか後学しさんの予定」によ今日は出てなかったね多分出てなかった気がするおそらく配信にえ結構配信でなんか多分なんかこう下のとこにテロップみたいな感じで「次回は何日何時から?」みたいな出てるからちょっとあとでリオも確認してみます出てないか。 ありがとう今回、オ以外もハモリ挑戦してるみたいね。そうなんですよ。今回は4人ともみんなハモリがあって、そうなんですよ。みんな挑戦。わざわざ時間をかけて見に行った甲斐がありました。嬉しい。また待ってる。あ次3月18日って出てたおう出てたみたいです。ありがとう、教えてくれて。配信では多分出てたっぽいですね。 まさか次回の音楽祭はないありますよあるに決まってるじゃないですか3月がラストだからねおそらくはっきりとはまだわかんないけど多分3月がラスト ?3 月がラストで3月18日が放課後音楽祭最後の放課後音楽祭ですふフ <laughs> そて、ね、かね今日ね結構全体的なクオリティも結構よくてそのマイクの響きとかも今日良かったんですけどんかみんなクオリティー全体的なクオリティが良かったと思う。<laughs> でなんかピアノピアノを弾いてくださってる男の方もスタッフさんもマネージャーさんもあの。 みんな。よかったって。褒めてくださいました。もう広島に住みたい。<laughs> 住む。<laughs> 広島住む。お借りは何人兄弟。今日。お姉ちゃんが一人いますね。姉妹。 多分国音楽祭は3月で終わりになると思われますあのはっきりとしたことはねリオも分かんないし聞,聞いてないんですけどおそらく3月が最後ですねそうであのソロあったじゃないですかでソロがリオレインソロなんですけどあのリオが歌ってで 男の方がピアノ弾いてくださったんですけどそのピアノの人が「あのー、感動した」って言ってくださったんですよ「嬉しい!」さ <laughs> う、弾きながら「感動した鳥肌立った!」って言ってくださって「りおつ、嬉しい! <laughs>」「めっちゃよかった!」って言ってくださったんですよピアノの方が「嬉しい!」 そう終わったらアズミんも「よかったよ」って「めっちゃよかった」って言ってく,ってくれたしノアぴも帰りの移動の時に「すごかった」って「<laughs> すごかった」って言ってくれた。

気持ちが届いている,いると思うと <laughs> 嬉しい <laughs> よかったから原曲ダウンロードしたえっ、ー、すごい <laughs> 本当に今回かみかかってたように感じたえっもううまくいきましたえそうピアノの人と合わせたの今日のみだったんですよねそう今日のみでそう その楽譜も変わったからピアノの方の初めてその今日合わせたんですけどちゃんとすごいピアノの音色も綺麗で感動した「りょうつんの歌は泣ける嬉しい <laughs> !」 楽しかったですね <laughs> そうもうソロ終わった瞬間にもう肩がめっちゃ軽くなってなんかもう誰か乗ってたんじゃないかって思うぐらいもう肩の荷が下りて「はあ」はあ終わった」そう終わっ後めっちゃ 達成感 <laughs> すごかったょうつん悲しい曲歌うのうまいと思ったああ嬉しいそう誰かがずっと肩に乗ってたんですよ <laughs> そう取りつかれてて <laughs> 不安と緊張の不安と緊張に取りつかれてましたょう <laughs> そうもうリラックスしてはあ、うん の荷が降りた出だしがリオパートの曲がすごく音楽の世界に入りやすい前回の白い雲のように見たおう嬉しい <laughs> ありがとう生で聴いたら号泣しそう号泣して聴 <laughs> いてほしいなやっぱり生でみんなにあ三35分だ 本当だ教えてくれてありがとう先ほどね前回も片耳かけで前々回が多分両耳かけあの片耳かけっていうのはこう片方だけこうゴムで留めてあって片方は下ろしてる両耳かけはどっちもこんな感じでこうかけるんですけど 利用的にはね、片耳の方が好きなんだけど。どうですか、片耳かけ。片耳かけ。いい感じかな。可愛いですか。<laughs> いい、嬉しい。 どっちも可愛いい <laughs> ありがとう <laughs> 嬉しいそろそろ団状読もうと思います <laughs> やったーああ 13位12位、ホリちゃんさん、ありがとうございます。11位、フラペチーノさん、ありがとうございます。10位、レオタンさん、ありがとうございます。9位、バサタカさん、ありがとうございます。8位、ユズキチさん、ありがとうございます。7位、シャガラピーさん、ありがとうございます。6位、ヒガサノタッさん、ありがとうございます。5位、鈴ズさん、ありがとうございます。 第四位米津さんありがとうございます。三位ラクラクさんありがとうございます。二流れものさんありがとうございます。そして一位はドゥル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 ルパンカープ好きしんさんありがとうございます。あこっちか。ありがとう。 配信ありがとう。ありがとう。なんか最近可愛さ増した気がする。本当嬉しい。おいくつですか ?15 歳です。フィフティーン。フィフティーンですね。ありがとう。あ、初見さんもありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンことカメラリオです。ぜひフォローしてください。ありがとう。みんな。 放課後音楽祭来てくださった方配信で見てくれた方コメントしてくれた方ありがとうございましたアーカイブも出るので何回も聴いてくださーい特にソロソロ聴いてくださーいいっぱい聴いてくれたら嬉しいですこのック X 載せるのでチェックよろしくお願いします明日はねちょっとお仕事もあってそのあと ちょっとね用事があるので大事な学校のことで行かなきゃいけなくて手続きあるので配信多分夜かなと思うんですけど。 よろしくお願いします歌うますぎでした嬉しいリオッの前髪よきほんともうさ伸びてさすごい長いんですよすごい長い伸びてる切らなきゃ前髪前髪切らなきゃよであさっては AKB48 研究生さんと コラボもあるので、楽しみ〜楽しみ〜愛それ愛それ楽しみ〜ウける楽しみ〜ありがとう あ、それうまいやん。そりゃねまあアイドルですから <laughs> 天才的なアイドル様。それではバイツーありがとうございましたしっかり休んでくださいねリオも休みたいと思いますあソフトクリーム ししました <laughs> 久しぶりに会ったソフトクリームそれではバイツありがとうおやすみバイツ